はようございます、こんにちは、こんばんは、こんないよです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。前回ね、このムーンブロックのストーリークリアしました。それで兵器という兵器すべて壊して空っぽ島に帰りたいと思います。じゃあね、みんなお世話になりました。私帰るね、空っぽ島に何人か連れてね、兵士 ABCDEFG ぐらいかなバイバイ。あさっきボタン操作ミスですじゃあね、空っぽ島に帰ります。船着き場に、さよなら。さあ船長久しぶり。ハンポの屋さん、ひょっとするとこの方々が新しいお仲間でやすか。うんうん、たくましそうな方々でやすね。これなら心強いでやす。最初は物騒な場所って聞いてやしたんで安心したでやすよ。それにしても時にものすごい音が響いてやしたが、何かあったんで。よく無事だったね、ずっとここに船長一人でいて。やっぱり私足の下のムーンブルクとはまるっきり違ってるような。わーははは、王様来た。そっか、王様は来ないもんねめっちゃ走ってきる。なんでそんなルート通るんだろうっていうせめてわしらにお見送りさせてくれ。わかった。多いね人数が。エポナヨよ、そなたには何度でも礼を言わねばならぬ。この地に平和をもたらしてくれて、ムーンブルクを復活させてくれてありがとう。そしてこれからはどうかどうか姉さんや皆のことよろしく頼むぞ。任される。この島の民は皆わしの子供のようなものだ。くれぐれもそなたが守ってやってくれ。いい王様だね。父指導よ、そなたいつまでむくれておるのだ。確かにそなたを牢に入れたのは悪かった。これは、それはこの通り何度でも謝ろう。見よ、ポナヤの浮かぬ顔。そなたがいつまでもそのようでは、ポナヤも。そういうこと言うの逆効果じゃないかな。ねえ、本当に。こんな顔して。いつもの気の抜けた顔じゃない。うるさい、黙れ。ぬう、王に向かって黙れとは指導、口が過ぎようぞ。ショック受けてる、ポナヤ。王か。ははは、王だったら神の方が偉いだろ。シド様、ミトちゃんがなんか。まあまあ、皆さんせっかくの門出なんですよ。もうこのくらいにしておきましょう。プッと踊ってる。このようよ、シドのことは私も責任を感じている。しかし今はそっとしておくしかないだろう。ほとぼりが冷めるまでっていうやつか。最高、このよ。君の島で新たなものづくりが待っている。そうだ。早く空っぽ島の開発に取り組みたい。開拓か。では皆の者、この屋の島でも他社で暮らすのだぞ。そしてまたいつかこのムーンブルックの地に遊びに来るがよい。我らはいつまでもいつまでもそなたたちを待っておる。ありがとう様。さあさあ船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。さあムーンブルックのね、ストーリーが終わって、この次どんな島に行くんだろうっていうドキドキワクワクしながら、さよなら。かくしてムーンブルックでの冒険は終わりを告げた。ポネオとシドウは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。シドウは船の上でもずっと黙ったまま一人海の向こうを見つめていた。シドウは遠い目をしたまんまなんだって。いつになったら元通りになるんだろう。シドウ、おかゆの袋の持ち物を受け取った。このやシドウ、ルルどこ、どこから来る。夜、安定の夜、いっつも夜だななんでかわかんないけど、ようやく帰ってきたのね。ルル待ってたんだから。この人たちがルル王国で一緒に戦ってくれる仲間なのね。なんだかじじむさいけど、じじむさいおじいちゃん二人で、この世どうしたのよ、そのムスッとした顔は。いつものニコニコ顔はどこに行ったの。俺はもう知らない、あとはお前たちで勝手にやれ。あ、行っちゃった。シドウははーん、あんたたち喧嘩にもしたんでしょ。
まったくお子様なんだからどうせくだらない理由でしょ。早く仲直りしなさいよね。簡単に言ってくれるな、ルル。ドアハハ、この方たちがムーンブルクから来た仲間なのだな。では我が輩が主としてこの島の心得を。皆さん歓迎するわ。私たちと一緒にこの世のこの島を盛り上げていきましょうね。ペロちゃん可愛いな、変わらず。私たちも皆さんのものづくりをお手伝いしたいですが、出しゃばるのも良くないので、手伝いが必要なら遠慮しないですぐに呼んでね。ではポネよ、まずは噂の白爺殿のところに挨拶に行こう。オッケー、ほな白爺のとこ行く。ほい、ワープ。さあ白爺、こんにちは。ただいま。おっ、おっ、よく戻ったのポネよ。その者たちが新しい仲何そう、なんなのじゃ、そのたくましい娘さんは。強そうで頼りそうでクールな表情で。あ、姉さんのことか。ワニ、ムーンブルクの王からこの世界が偽りだと聞いた。ババ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 カホモスな。世界が偽りとはどういうことじゃ。白爺も知らないの。そう、そんなはずがなかろう。皆を不安にさせるようなこと言うでない。知ってるのか、何か。なんじゃこのじじいは、あたふたと取り乱しよって。頼りがいがなさそうじゃの。とにかく白爺殿、私たちも今日からこの島の住人になります。どうかよろしくお願いしたい。お、敬礼してる。おもちろん歓迎するぞ。堅物そうなところがわし好みじゃ。私たちがここに来たのは島を襲う教団を追い払うためでもあります。まずは何をすべきでしょうか。それは今は心配ないわ。ポネがいなかったからか、最近は桃のもあまり攻めてこないの。まずはお主たちがこっちしよう落ち着けられる家でも作ったらどうじゃ。それには及びません。こんなに広い土地があるのです。私はビルダーとしてもっと壮大なものを作りたい。おー、すごいね姉さん、意欲がすごい。私はようやく子供時代から憧れていたビルダーになれた。しかしまだ塔の一部しか作っていない。私は一刻も早く自分のビルダーとしての力で物を作りたいんだ。おーおー、この娘さんも物を作る気満々じゃな。わしは嬉しいぞい。ここから北に行くとお前さんたちにふさわしい場所がある。そこにある石板を調べてみるのじゃ。その地が最後の開拓地となる青の開拓地じゃ。心して向かうがよい。最後の開拓地、最後の開拓地だって。へえ、ちょっと小さなメダルあげるいっぱい集めてきたからさ、19枚もある。スカーフ、頬紅、楽園の楽譜、あ、魔女帽子だって。いいな。ブロックメット、何それブロックメットって。60枚使っておる。62枚になった時花飾りやるぞい。花飾りいいな。そしたら北ってどっち？あっちか。この上からどっか見えづらいな暗くて見えづらいな。なんだここで、あっちの方暗くて見づらいけど行くよ。ジャンプ。わー、すごい。こんな結構厳しい目のあれだね。すんごい起伏が激しい。あ、この辺なのか。さあ降りる。ドン痛い調べる。青の石板調べた。うん、どうなるかな。何か思いつきそう。そうね、ムーンブルクにお城はあった。ルル王国にもそろそろお城が欲しいわ。その名もルルキャッスルよ。ムーンブルクのお城よりも断然すごいお城を作ってよね。あとはせっかく雪のある場所だし、白くて綺麗な雪原があるとお城がぐっと素敵になるんじゃない。ふむ、城もいいが、島に攻めてきているという教団を倒すために防衛設備も作らねばなるまいぞ。ほほほ、お城じまた来た。ずっと一緒に来たらいいのに、そのちょっとだけ来ないで。どうじゃのポネ、主ならこの地に何を作るべきか考えつくのではないか。
思いついた。なんと真っ白な雪原に立つ巨大な建造物が浮かんだ。おお、カキカキカキ。そして光った。おん、お、ビルダー城を作ろう、雪原を作ろう、魔物を倒す罠を作ろう。うーん、さあ頑張ろう。おお、雪原に罠にしろか。これは我々の経験が生かせる素晴らしいものづくりだな。ほほほ、この辺りをわしらの居住地にさせてもらおう。ここに一から町を作っていくのじゃ。まったくあなたたちも随分物を作りたがるわね。すっかりこの世に影響されちゃってそうだよ、私ビルラー教だから。それはそうですよ、この屋さんが作った白いミナデイン法、私強烈に感動したんですから。ゼセル、そんなこと言ってくれるの、ごめんね疑ってうん、ルルがいない間にまた成長したってわけね。その姿ルルにも見せてもらわなくっちゃ。カカカポナよ、この島空っぽ島で使うためにわしらがかき集めてきた素材。おお、ドン、この収納箱に入れておくぞ。ほほほ、わしらが選び抜いた石材や大理石などなど、この地でものづくりに生かしていこう。え、僕が雪の中で拾った小汚い鏡もついでに入れておきまして、よかったら使ってください。何鏡、みんな気が利くじゃない、まとめてルル王国の国民にしてあげる。さあみんなで大きなお城と綺麗な雪原、それと魔物を倒す怖い罠を作っていきましょう。家を開拓スタート。お、びっくり、お城と雪原を作るのにいい場所があるが、ルルが目をつけておいたの。フォフォフォ、それではルルに従いこの地にも物を作っていくがよい。いつものようにこの石板にもワープができる移動にはワープを使うのがおすすめじゃ。うふふ、ここにルルキャッスルができればいよいよルル王国の完成って感じがするわね。うむ、ルルの言う通りじゃ。この世はまだまだ場所はあるが、この区画に物が作れば空っぽ島の開拓は終わりとなろう。終わりなの？めっちゃ広いのにね。これが最後の石板じゃ。これにて島に物作りの力が満ちる。心して物を作るがよいぞ。わしはいつものように山の上の神殿で城と雪原罠の完成を待つ。作り終えたら報告に来るのじゃ。ふーん、最後か。それじゃポネアネッサ、早速開拓を進めましょう。ルルが見つけておいたお城と雪原を作る場所はあそこよ。で、妙に真っ平らなところがあったもんね。あそこなら地面持ってぺったんこだし、お城や雪原を作るのにぴったりでしょ。ああ、物を作りたくていても立ってもいられない。みんなであそこに走りましょうこの人ひどいだね。この人は連れてこなくてよかったんじゃ。そう、だからいい家にしたんだよ。だけどついてきたんだよとにかくこの家をルルについてきて、早く早くルル。私の方が早い私の方が早いよ、ルルちゃん。どう、ここなら巨大なルルキャッスルを建てられるでしょ。ああ、広くて見晴らしが良くて素敵な場所だ。ビルダーとしての腕が鳴る。見晴らしの良さっていうのは今もう天気っていうか空が暗すぎてよくわからないけどでも城作りはともかく雪原なんて私たちに作れるのでしょうか。この辺はポネほどのビルダーなら雪とて必ず作り出せよ。この地を美しい銀世界にしてくれ。ほほ、どうした。雪原作りはポネに任せるとして、城作りならわしらでもできよう。早速城を作っていくとするかの。ムーンブルクには素敵なお城があったんでしょ。ルル、そのお城より立派なお城に住みたいわ。ムーンブルクではポネに世話になってばかりだった。今こそ我々が恩を返す番。ポネヨ、設計図は不要だ。おお、ポネヨ、そしてルル殿にふさわしい城を我々で考え作り贈り物としたい。おお、ありがとう、そうしてくれると助かる私そんな上手にできないから。設計図もなんかあなたたちだけで作るなんて本当に大丈夫なの。ルル不安だわめっちゃ不安がってる。ほほほ、我々がどんな城にするか考えてうろうろしてる間、お主には雪原作りを進めてほしい。
噂ではムーンブロックの北ヒエヒエ島なる小島に雪を吐き出すイエティが住んでおるらしい。イエティを仲間にすれば必ず雪原を作るって助けになるじゃろ。それならこれを使ってミルズとマシモに作っておいたんだけど、魔物も大好きなんでしょ。何魔物の餌くれんの好きなんだあの二人。では頼むぞ、この雪原を作るべくヒエヒエ島なる島へ行き、イエティを仲間にしてきてくれ。なるほど、そしたら行ってこよう。この辺もちょっと片付けて、なんかピロリロリロピロリロリロって言ってためっちゃ戦ってんじゃん、ね、いつ作るんだろうこの人たちは。まあいいか、とりあえずそしたらイエティを捕まえに行こう。私一人で行かなきゃいけないのかな。こっちって言ってたね、ヒエヒエ島。はい、行きます。ヒエヒエ島に行けるようになったでやすよ。行きます、ヒエヒエ島。お、はい、貴重品はなくさないように船着き場の保管用袋に入れておきやす。貴重品なんかあるんだ。さあさあ船に乗るでやす、すぐに船を出しやすよ。あ、シドウがいない、シドウがいない。一人で行かなきゃいけない、マジか。さあヒエヒエ島にやってきました。まあ多分捕まえるまではカットだね間違いなくカットだ。よっしゃー、仲間にできた。あれだな、あのイエティを探すのに時間がかかっちゃったさあじゃあ帰りましょうか、ラッポ島に。さあイエティ連れて帰ってきた。イエティはどこに行くんだろうな、どこの開拓、青の開拓地に向かい始めた。よしよし偉いぞ。そして暗い。おかりなさい、イエティを仲間にできたのね。この子なら雪原作れそうだわ。あれからシドを探してるんだけどなかなか見つからなくて、どこ行ったんだろう。この辺はイエティとみんなのところに戻ってて、あの意地気男はルルが何とかしてあげるから。それで後でね、この、このイエティと一緒にルル大雪原を作っておくのよやっぱり命令口調だな、ルル。あ、ちょっと寝てから寝て朝にしてから行こう。無事朝になってここの開拓地、あの開拓地にやってきました。何してんだここで。おお、選手たちは話しかけられない、なんてこった、さっさと倒してくれほっほっほ、見事にイエティを仲間にできたようじゃの。10万兵団時代を思い出すわい。あとはどうやってイエティに雪原を作ってもらうかじゃが、ララライエティ、ララライエティ、白いイエティが大好きなのはルンタッタ、それは ルンタッタ、冷たい食べ物、イエティは冷たい食べ物が大好きだ。なんだよそれ僕の記憶が確かなら、僕が捕まっていた船のイエティは棒に刺さった冷たいお菓子を食べていました。アイスだ。うむう、そのようなもの十万兵団じゃったわしらも知らぬが、お主になら作れるのではないか。アイス作れんの。お、ひらめいた、アイスキャンディー、かわいいあれも家具みたいに飾れるの。何をひらめかれたのです。アイスキャンディーとは一体。カッカッカッ、わしはピンときた。それを地面に刺せば刺した場所をイエティが雪原にしてくれるのであろう。そういえば近くの海岸に氷が流れ着いていました。ひょっとすると素材にできるのでは。ほほほ、ではポネアイスキャンディーを作って地面に置き合い雪原を完成させるのじゃ。おポネよ、なんか手紙が届いたね。雪原を作る方法が分かったのだな。さすがは我が師、さすがはビルダーだ。師だと言ってくれるのかはねさよ。
君がイエティを探しに行ってる間に我々で城作りの用意をしておいた。ほうほう、ドン。城を作るための素材は我々ですでに用意している。これで我々はいつでも城を作れるぞ。早く作って。よし、我々の城作りの始まりだ。我々で最高のビルダー城を作ろう。え、君以外の我々でな。ちゃんと言い直してる。というわけで城作りは我々に任せてくれ。君はエイティと雪原作りを頼むぞ。おお、なんだろう、なんかこのブロック初めて見た気がする。お、壊れない。でアイスを作らなきゃいけない。お、なんか作る。アップって書いてる。お作業台グレードアップ、やっほーい。嬉しいね、これは嬉しい。何になるんだろう、あれは。あった、結構あるね。20個ぐらい作っとこう。そしてどこにあれなんだろうな、置けばいいんだろう。適当にポン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 置いてったらいいのかな。どこまで範囲か見るの忘れちゃった。おー、すごいすごい。ほい、でこうしてこの辺かなと。もうすごい、応援しに来てるけど。ええねんで、あんたらは城作りや。城作りや。モンスター来た。どこ行った、どこ来た。おお、助けて助けて助けて。真剣にやってたらモンスター来た。よし、なんかおかしな動きするな最近ね。このコントローラーの ZR の返りが悪くって、なんかコントローラーって案外寿命が早いなとか思いながら。足りなさそうだね。あ、いけたいけた。お、おお、お、来た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 。なんていうことじゃろ、雪原完成したのじゃな。どこか懐かしくて、そしてなんと美しい。皆さんにお知らせしましょう。ハートがいっぱい出てる。ここにもあれだね、カーン金置いとかなきゃだな。カーンってするやつ。雪原まで作ってしまうなんてビルダーって本当にすごいです。私感動しました。まあポナヨは雪原を作っていたというよりアイスキャンディーを作っていたんだけど、ほんとプッと。もうこれが景色そのものを作るということなのじゃな。地図で見てみれば凄さがわかるかもしれん。かーかか、とにかくよくやったぞポネ。この雪原をジローム雪原と名付け、また自分の名前つけてるな。名前はともかくありがとうポネ。これで目標は一つ達成だ。やったー、雪原作ろう達成。あ、白石来た。ほっほっほ、開拓レシピを達成してようじゃない。よくやったのポナヤ。見るがよ、お主から小さなメダルが生まれるぞい。やったー、できる、あれもらえる。なんだったっけ。あ、そうだ、あの花飾りがもらえる。よし、石場の目標は一つ達成だな。ふふふ、ポナヤ、心なしか君のものづくりの力もまた一段と強まった気がするぞ。見てわかるの、アネッサ。
白爺の願いだという島をものづくりで満たす日もそう遠くはなさそうだ。さあ引き続きこの地の開拓を進めていこう。魔物を倒す罠を作ろう。魔物を倒す罠を作ろう。どうしたらいいんだ。どっから魔物は来るんだ。あれかな、しばらくできるまで待っとく感じなのかな。こっちの方に氷がうんぬんとかって言ってたけど、あ、砂浜がある。これ流氷かな。綺麗だね。罠を作ろう。作ればいいの？ということはちょっとこの辺入れて罠を作る。持って帰ってきたよ。どこ行ったかな。ほらこれこれ。パーセンテージ、あ、上がった。2になったよ。置けばいいの。いい。どこに置けばいいんだろう。青の開拓地でいいのかな。何にもその話がなくっていう感じだね。ちょっと困るな。じゃあ今回はこの辺にしようかな。カットしてめっちゃ短くなってるような気がするんだけどな大丈夫かな。もうこのみんなの経過を見ながらということで、ドラゴンクエスタービルダーズ2実況ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ポナヤでした。バイバーイ。あれだな、設計図がないからどれぐらい進んでるのかっていうのがよくわからないや。とりあえず応援だけしとこう